まあエボもあってね、うん、そっちもありますゆえ。エボの方はあのカプコンカップの、まあ、予選というか、そうエボを皮切りに、うん、CPT、うん、の予選となります。そうなんですよ、はい、結構数あるんでね、全部で8つだっけ、うん、そうだね、オープントーナメントっていうかそのオフラインイベント、うん、自体は8つあって、あとはまあ各国でワールドウォーリアーあったりとかして、うん、全部で32もっといる、48だったけどな、うんうん、48って去年もそうでしたっけ、去年も48、うんね、だからそのエボを皮切りにあるっていう話なんで、エボで優勝はまあ今年も人数5000人とか簡単ではないよね。エボで上位8人ではございません。1人だけなんです、うん、1人だけです。なんならあの男女、うん、今年もトップ6からだと聞いております。あ、今年もなんだ。エボな優勝すごいよな、してみたいな、うん、まああれしてからだからね、本当にやっぱしてからですか。してからです。俺2位はあるんだけどな。ガチ君でもエボでトップ8自体はまだ2回っすね。2回、スト5最後が川野に負けて3位で、うん、あーそっかそっか、2018年が俺時戸さんとプロブレム X 負けたんかな、5位とかだった気がするな、うん、確か。一応男女で行ったことあるんですけど、うん、優勝はまだないっすね。なるほどね、まあ、実際、うん、景色いいっすよね。今年でも会場変わるみたいだけど、うん、どういう感じになるんだろうな。今年はあれですよね、人がやっぱり多すぎるってことで多分会場変わったんですよね、じゃないかな、うん、ホテルじゃなくてコンベンションセンター、うん、でっかいだからそのイベント用の場所を借りてやるっていう風になったんで、そうなんか今回はね、そのホテル付きのコンベンションセンターではなく、うん、また別のないかな、前と同じホテルだとちょっと遠くなる、遠いですね、うん、1万人超え。だから今回ってサード入ってるじゃないですか、うん、メインタイトルに、うん、じゃあサード勢の人も結構行くんですかね、日本の。行くんじゃないだろう。いや大貫さんも相当やる気になってんじゃん。あらやる気になって、やっぱ最近やっぱこれ、あなるほどね、腕が大貫さん出んのかな、行くんかな、サードそんなに今やってないだろうしな、うん、行くんじゃない、でも行かないと思う、イベントとかぶっとんかもしれない、うん、まあ行かないんじゃないかな、イベントとかぶっと、そうサードも1000人です。サードで1000人ってやべえ。でもサード今から選ばれるんだけど、やっぱカプレスとかもたまにはちょっと入れてほしさはある。さすがに出ます、まあエンジョイね。あ、めっちゃ見たいな。でも俺ちょっとその孫さんの前世紀のカプレスって僕知らんのんで、孫さんもう完全に操作忘れてるよ。ああ、まあまあもちろんそうだと思うんですけど、またこの前 CEO で、うん、また大吉さん優勝しました。いまだ現役生涯現役なのかな、やっぱり。まあ、そのリスクがあるんじゃない、うん、カップ S 選ぶと、うん、ああまあ確かにね、ただ愛をしたなっていう、うん、あーサードはね誰が勝つか全然分かんないもんね、うん、まあいろんなタイトルありますからね、もちろん鉄拳もあるし、何があるんでしたっけ、グラブル、グラブルもあったかな、リライジング確かあった気がするわ、うんうん、鉄拳、スト6、サード、ドラゴンボール、ドラゴンボールは私ないんですけど分かんない、ギルティ、なんかなかった気がする、 KOF、 モダルコンバットとか、うん、モーコンもあるらしい、あスマブラってなくなったんですよね。スマブラはもう割と結構前から前にだから、まあ、昔はね2タイトルあったりとかしたから、そう最新タイトルとデラックス、やっぱデラックス信者いるらしいから、ああ信者、なるほどなるほど、やっぱスマブラといえばデラックスよっつって、今でもやっぱデラックスでいるらしくて、だからあれで大会のそういうデラックスの大会があるときはブラウン管が持ち込まれてるんですよ。ああはい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 、オーストラリアでもあったわたくさん、うん、ああでも日本勢はやっぱ強いらしいけど今スマブラ、そうでしょう、アコーラ君とか、アコーラ選手とかね、たくさんいるらしいです。そう日本は結構やっぱりどん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 強い人出てきてるっていう話がね、デラックスには誤審っていうのがいて、はい、5人もうその人しか大会で勝たない、この5人で大会優勝を回してるっていうぐらい安定するゲームなんだけど、はいはい、誤審も言えばその誤審全員に勝った男レッフェンっていう、あレッフェンですか、へレッフェン、そうなんだ、レッフェンは誤審キラス、誤審じゃないよ、誤審じゃないんだけど誤審キラス、かっこいいな、なんかその誤審いいっすよね、誤審マジでかっこいいなと思うんですよ、その灰谷さん、日本だと灰谷さん、梅さん、時戸さん、抜きさん、佐古さんか、でもあれもなんかネットスラングから始まったけどね、あれも超昔の話だよ、よくわからん人がなんかもう格ゲー誤審作ろうぜって話になって、それで2ちゃん発祥みたいな、あそんな感じ、でもすごい語呂いいじゃないですか、格ゲー4審より格ゲー誤審って、ファイブゴッツ、ね、ファイブゴッツか、誤審はかっこいい。だから最近俺キングダム見とんで、うん、6章ってあるじゃないですか、あるね、あの昔の将軍、その6章を見た時に、うん、あ格ゲー誤審もあったなと思って、かっこいいよな。ワンピースも超いっぱいあるからね、4校だっけ、4校とか七部会とか七部会、
いろんなタイトルにもそういうこうシーンっておるんですね。スマブラにもおるし。いるんじゃない？スマブラはまあでもなんかまあそのタイトルによって、まあまあもちろん、まあ、反響だったりとか、うん、まあなんかいろいろ違う。あとは、まあ、世界で見るとパンクとかね、うん、メナとか今入ってくるでしょうし、ビッグバードだったら、うん、そこら辺もみんな来るんだろうな。そうですね。言うて。でも本当最近はね、もう海外の選手めっちゃ強いから、ストリートファイターはスト4ぐらいまではそんなやっぱ。海外の選手ってめっちゃ強いって感じじゃなかったんだけど、スト4の後期、スト5、そしてスト6になって、今では海外の方がワンチャン強い時があったりとかするからね。と思いますわ。まあ、トップの、まあ、パンクとかは今回ね強烈だったからな。いやそうだね、強いね。なんであんな強いんですかね、そのパンクといい。やっぱその俺アブダビって思ったんですけど、ビッグバードとアングリーバードのあの強さ、そのやっぱプレイヤーが少ないじゃないですか、どうしてもそのアブダビ中東の方って。でもあんなに強い、しかもスタートダッシュもクソ速くて、自分らで攻略進めていろいろやっとって、天才っすよね。でもなんかあの強さってね、でもなんかやっぱりその攻略の話とかを2人でやっぱ話し合ってたりとかするんじゃない。まあそうですよね、うん、やっぱその仲間でもありライバルでもありっていうので、結構切磋琢磨して、そのサウジから見た海外のプレイとかもやっぱ見れるじゃん、うん、こいつら強いんだけどなんで強いと思うみたいな話も結構してたりとかしてて、ね、だからそれでレベルアップしてってるんじゃないかなって、その独自の進化を遂げてるわけではないと思う。すごいよな。だから天才が2人たまたま揃ったってわけではないと思うね、まあ、おそらくは。だから UAE 勢、ね、うん、アメリカ、アメリカ、中国もね、あとまあイギリス、うん、そうですね、イギリスのあの2人はエボもね、いるだろう。いや日本とかもね、まあもう負けてらんないですよね、本当にね。いやそうですね、プレイ人口せっかく多いんだからね、だからポイントはさ、やっぱりこの人口がいてくれるおかげで、あのランクの MR とかは、いやオンライン環境がでかいんじゃない。あ、そう、オンライン環境はやっぱでかいと思う。やっぱアメリカとかはやっぱ、あー、なるほど、ごめん、西と東は西と東で結構分かれたりとかするから、やっぱもう1時間同じ人と当たりっぱなしって言ってましたね、ランクマとかも、うん、つまんないじゃんそれ、さすがにカスタムとかにやって、それでポイント上げたとしてもさ意味ないじゃん、だけどやっぱり日本とかはやっぱいろんな人とやれたりとかするから、韓国とかでもできるしね。そうですね、いやオンライン環境による、影響だと思うよ。うん、例えばバロとかってさ、他の国と対戦できたりするすん、アジア圏だったら、 あとはロシアとか、あ、あできるんですねロシアとも、へ、だけど、まあ、ロシアの一部の地域みたいな、ちょっと東側とか、あとはピンが高すぎちゃってちょっときついみたいなのがあるんだけど、うん、はいはい、でもやっぱ北米とか、うん、やっぱヨーロッパすごいやっぱレベル高いみたいよ、うん、バロとかは、へ、バロとかだと南米強いね。あ、はいはい、南米フーリアとか、あのデュアルケミのチーム、そう、あ、はい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 、うん、だもう海外で強い選手いっぱい育ってきてるから日本負けてらんないなっていう。今例えばその僕らが知らん、うん、この間のパキスタンのアッシュみたいな感じでソシックスになって、うん、おるんすかね、やっぱり今隠れとるそういう選手って、俺らが知らんだけど日本国内ではないだろう、ね、あ、まあまあそう、うん、国内だとなかなかないかもしれないですけど、うん、世界で見た時に、うん、実はインドニーとか世界で見た時だったら、その一部の地域に強い人たちが集まってるってことはあるかも ね、 なんかね、たまたまなんか同じレベルの人たちで切磋琢磨し合って、うん、実はもうその日本のレベルを超えてしまった、僕たちはもう超えてしまったんですっていう人がたちがいるかもしれない。なんだっけそれ、戻れたらなんだっけ、僕たちなんかなんかあったよね、俺も忘れちゃったけど。え、アッシュってさ、一番最初にその表舞台に出てきたのって、うん、なんですか。あれはエボジャパン、エボジャパン、ラウマンが優勝するんですでしょ確かかな、うん、まあ、本国のエボよりもエボジャパンの方が多分一応出やすかったのかな、ビザとかの、うん、ビザの関係でね、うん、アメリカの方はやっぱ行きにくかった、ね、トランクスか、そうか、僕はもう父さんを超えてしまったと思うんですよいやでも降りそうよな。でもやっぱりおそらくだけど、やっぱそのオン対戦じゃなくてオフ対戦でやっぱディスカッションし合ってるから、まあ、やっぱでかいと思う。アングリーとビッグバードは結構やっぱりネット対戦一つ、ね、やるにしてもさ、そのビッグバードとアングリーが、ビッグバードがやってる時にアングリー横で見ててチャチャ入れたりとか、そのここはこう、あれはこうみたいな言ったりとかするじゃん。確かにね。で2人で対戦してる時もやっぱそうだと思うから、やっぱそういうコミュニケーションがあるから、ね、割と攻略が進むんじゃないかな。韓国とかもやっぱ PC バンとかの存在で、そのオンライン対戦ゲームなんだけど PC 版でその場にいていろいろディスカッションしてし合ってるからやっぱ進んでいる。今回 PC 版行きたかったな。あ、そうっすね。噂の PC 版とはどういう環境なのか、あれいいよ、おすすめっす、面白い。そう、なんかまあ日本はやっぱり最近オンラインが主流になってきちゃった。まあそうだね、やっぱそういうのが少なくなっちゃってるのかなっていう感じはする。
あのゼータの対戦会そうだね、うん、ありますけれどもありがたいことにねああいうのがあったりとかするから、やっぱ昔やっぱ日本が強かった時代とかもさ、ゲームセンターとかでさ、うん、やっぱああでもないこうでもないっていうのをゲームセンターで話し合ってたからっていう、うん、オフラインもねいろんなとこでファブとか、うん、こことか、うん、そうだね吉本とかでやっとって、そうそう、やっぱああいうところで横で例えば誰かが喋っとって、孫さんの時代さんで向かいで、うん、情報入ってくんじゃん、そういろんなおじさんが話してるじゃないですか、うんね、向かいで根本さんと梅さんが話しとったりして、自分試合見ようんですけど耳に入ってくるけすぐこっちメモし取っとったんですよ、これあこれなるほどねっつってあ、そうなんだ、そういう情報収集ができるんだ、やっぱ、いやでもやっぱねアングリービッグバードが伸びてるのは結構それはあるんじゃないかなって思うし、うん、パンクだってやっぱその仲いいやつらがやっぱネフューとかとめっちゃ仲いい、仲いいね、あれいやすごいよ、超仲いいから、仲いいですね、ルームメイトでしたからね、そうネフューがストリートファイターリーグ出るんだったら俺は出るし、あそう、ね、出ないんだったら俺は出ないっていうぐらいやっぱそのネフューとパンクは超仲がいい、うん、っていうぐらいやっぱその2人で話して、まあ、ちなみにネフューめちゃくちゃ無口なんだけど、あの人無口だよね、無口めっちゃ無口、あれそうだ、あんまりにも無口だから俺まだ嫌われてんのかなと思って、まだまだいやだからあの昔、まあ、キチパとか言ってたんです、違うじゃん、もうそんなんじゃ怒んないですよネフューの上着に、うん、あのアイスカフェラと もう思いっきりその上にわざと落としたんですかっていうぐらいバチャってスタバの カフェラテをバチャってこぼしちゃって、うん、懐かしい懐いなそれあったな、すげえ前5年ぐらい前、何やってんだよそれで、ちなみに今回なんかネフィーとその話になって、うん、ネフィーは一応覚えてた、あ覚えてた、あ、まあ、いやそんなことあったねみたいな、さすがに忘れないでしょさすがに忘れないでしょそれあれ面白いよな、ね、僕は言っちゃいけないんですけど、まあ、そういうことあったんですね、そういうことありました、失礼いたしました、でも喋ってる時もネフィー結構小声で何喋ってるか分かんないんじゃない、あとね声がいい声してんだ、いやそう結構低音の、ね、低いですよね、うん、低くてあのエンディング効果もそうじゃないですか、声いいじゃないですか、うん、結構でなんか2人ともなんかあんま喋らんような感じですけど、うん、チャットすごいんですよ、あのエンディング効果はもう一生チャットで喋るんですよ、でネフィーも一回俺なんか配信かなんかでチャットカスタムで、ネフィー来てた時あるもんね、あそうそ う, そう、うん、あの時もチャットカスタムやったんですけど、めちゃくちゃ俺の1通に対して3通くるぐらい結構喋る、あそうなんだ、いろんな人がまた増えますよ、大変ですよ、本当に勝手にかよね、やっぱだからほら一人で強くなってる人やっぱいないじゃん、無理ですわ、あの UAE だとしてもじゃあアングリーだけ、うんうん、っていうのはないし、確かにね、だかメナとかも一人だけでカバーがいるし、ね、とかだから山ごもりしていきなり降りてきたらめちゃめちゃ強いなってことは絶対ありえないから、ルール的にないよね。ね、ない。うん、シェンとかは結構やっぱ飛び抜けてた存在だと思うけど、うん、だからちょっと前だったらあると思うんですよ。うん、それこそ、まあでもシェンもだからやっぱ地元にガクといたりとか、うんうん、だからちゃんとなんか強いプレイヤーがちゃんといてみたいな、うん、結構あるんだよね、そこは。うん